マヘエンドラナート、グプターマヘエンドラナートグプター1854年から1932年は、ラーマクリシュナの主要な弟子の一人、M と呼ばれるのを好んだ。マヘエンドラナートは、ラーマクリシュナの晩年5年間の原稿録を、1897年から約35年間かけ、スリラマクリシュナ仮想無理タというタイトルで5冊に分けて発表した。 1942年には、スワーミーにキラーナンダにより一冊の本として英訳されたものが、ザ・ゴズペル・オブ・ラーマクリシュナというタイトルで出版された。マヘンドラナート自身は、M という名で登場している。1882年に、彼が初めて、ラーマクリシュナに会ったとき、彼は、イーシュワラ・チャンドラ・ビディアサーガル高等学校の校長であった。彼は、 ラーマクリシュナが死去する八百八十六年まで、ダクシネ・シュワル・カーリー寺院に住む市を訪れ続け、に、三日宿泊することもあった。そして訪問オケに戻るたびに、事故の引き帳に、市の教えと会話を書き留めた。スリラマクリーシュナ仮想ムリタは、この引き帳をもとに執筆されたものである。パラマハンサイヨガナンダチョ、あるヨギの自助伝のザ、グリスフルディボーティーヒズ・コズミック・ロマンスという、 賞は、マヘンドラナートグップターに捧げられたものである。ありがとうございます。